こんにちは、リスキーです。ご視聴いただきありがとうございます。今回は買ってよかったもののまとめっていうことで、2023年上半期のおすすめ購入品っていうことで、これは買ってよかったと思えた、便利グッズだったりとか、カー用品、日用品関係を一気にご紹介していきたいなと思います。よければね、お買い物の参考にでもしてみてください。それでは早速行ってみたいと思います。まず一つ目がこちらの USB Type-C の変換アダプター、マグネットタイプなんですが、これね、一言で言うとスマートな充電環境が手に入るものです。 Apple でいうところのマグセーフに近いような感じで、マグネットでね、こういう風にカチッとね、こう付け外しができるものになっていて、車のカー用品として使ってる Fire TV タブレットなんかの充電にもそうだし、スマホなんかにもね、もう今こうやって付けてるんで、それこそケーブル一つですよね。タイプ C のケーブルにつけておいてあげることで、こういうふうにカチッとね、マグネットでひっついてくれて充電ができると。でこれをね、用意しておけば、これにカチッとつけたりとか、こっちのマックにこういうふうにカチッとね、こういうふうにもうマグネットで取り外しができるっていうようなアイテムになってます。不意にね、コードを引っ掛けたりとかした時でもポロって外れてくれるので、タブレットごとバサーンって落ちたりっていうこともないし、それこそね、この MacBook とかもそうですけど、そんな時でも安心して使えるっていうのもあるんですが、何よりもね、マグネットでこうね、もうこれだけで済むっていうところですよね。ほっとちょっとしたとこなんですが、これがね、結構使ってみると便利で、でさらにね、これ L 型もあって、アダプターのね、タイプが選べるっていうところもポイントかなと思います。続いてが縦型ゴミ袋用ケースです。でこれも Amazon で購入することができるんですが、もうなんせね、ゴミ袋の収納を劇的に改善してくれるというか、もうね、動線が最高になるアイテムなんですよ。こんな感じで一見シンプルなクリアファイルのようなものなんですが、これがね、ここの部分をこういうふうに開けてあげると、中にこんな感じでゴミ袋がね、収納できるようになってるんですよ。クリアファイル状になっているんで、収納スペースなんかにね、こう立ててね、こういうふうに、横向きにね、こんな感じで陳列していくのがしやすいっていうようなものにはなってるんですが、自分の場合はこれにさらにちょっと手を加えてですね、ホームセンターのナフコで購入したゴミ箱なんですが、ここの横に、両面テープで貼り付けてるんですね。これがもうね、今までのゴミ袋の取り替えの動線がもう劇的に改善したんですよ。今までね、こう収納棚っていうかね、収納スペースのところにゴミ袋を置いてたんで、このゴミ袋をそこまでちょっと取りに行く、取りに行くって言ってもね、散歩程度の距離ではあるんですが、棚を開けてそこから引き出して、セットするみたいな、ここのね、この部分がまるっとカットできたんですよ。言ったらね、ゴミ袋がいっぱいになったら、もうそのゴミ袋を封して、で横からこのね、ゴミ袋をさっと取り出してすぐセットするみたいな、このゴミ袋自体がなくなったら、これをカパって開けて取り出してまた新しいのをセットするみたいな、もうね、ちょっとこれ以上今のところね、このゴミ箱のゴミ袋の改善はないんじゃないかなっていう、個人的には今のところね、これ最強すぎるだろうっていうぐらいちょっと気に入ってるんですが、そんな感じでね、日々のゴミ袋の交換がすごくね、快適になったアイテムなんですよ。これね、袋に入ったまんまのゴミ袋をそのまんまこのケースにね、収納してあげることもできるんですが、そうじゃなくてね、もうこの袋そのまんまでも収納できるように、こういったね、中敷きみたいなのも入ってるんですよ。これをこんな感じでセットしてあげて、ケースの中に入れてあげると、こういう風にね、こっから出せるみたいな、こういう感じで使うこともできます。続いてがダイソーのハム&ベーコンケースです。でこれがね、100均のダイソーで買うことができて、1個110円で購入することができます。もうこれは本当にね、ダイソーの神アイテムって言っても過言じゃないだろうと思ってるんですが、ハムだったりベーコンの食品パックですね、あれを1回で使い切れない時の保存方法っていうの
がめちゃくちゃ悩みだったんですよ。そのまんまね冷蔵庫入れたら端っこがカピカピになったりするし、かといってラップ巻くのもちょっともう煩わしいしなって、で他のものに入れんのもジップロックに入れんのもっていうのを、あの食品パックそのまんま再利用できたら最高じゃんって思ってたんですが、それがねもうこれで叶うんですよ。この部分ですね、ここに残ったねハムだったりベーコンを入れて、まあハムベーコン以外にもカニカマとかね、まあここのねサイズに合うものであれば収納できるんで、それをこういう風に入れて封をしてあげるだけで、もうほんと数日経ってもね中のハムだったりとかがカピカピにならずに、まあなるべくねこう鮮度が保てるというか、まあ美味しくいただけるハムのままの状態で保存ができるっていう優れものです。続いてはねちょっとカー用品を2つまとめていきたいんですが、1つ目がこちらのエクセアっていうブランドのスイング USB ライトです。夜間の走行時に手元をねこうふわっと明るく照らしてくれる便利なアイテムなんですが、これこんな感じでめちゃくちゃコンパクトな USB Type A の差し込み口になった LED ライトなんですが、まあねこれこんな見た目なのにめちゃめちゃ多機能なんですよ。でここにね2つ物理ボタンがあるんですが、これをね押してあげるごとに明るさだったりとか色味だったりとか光り方のモードとかね、あとはこれね LED がね側面に2つ前に1つで合計3つあるんですが、どちら側から照らすかとかっていうのまでこんなちっちゃいのに変更できるんですよ。まあ、とにかく多機能で、特にね夜ですね、夜間こう車でね運転してる時とかに、まあ、助手席に座ってる妻とかがねこう手元が暗いとかっていう時に、まあ、これだったらねほんとねふわっとねふんわりした明かりもいけるし、ちょっとした明かり、なんだろうな、がっつりルームライトとかだともうがっつり明るくなるんだけど、これだとほんとね足元だけをふんわりとか、あと色味もね青色だったりとか、まあドレスアップすることもできるんで、ほんとね買ってよかったなって思えたカー用品の一つです。で続けてなんですが、こちらですね、これがはいこんな感じで、もう一見ね折りたたみ傘なんですが、傘タイプのフロントサンシェードになっていて、まあ、いわゆるね夏場とかにね車の中のね熱をこうできるだけ逃してあげようっていうので、フロントガラスのところにサンシェード置かれると思うんですが、あれがね折りたたみ傘の容量で使えるっていうのがポイントなんですよね。フロントガラスのところに置くだけで、しまう時ももう傘と一緒ですよね、折りたたみのこうかしまってしまってくるくるっと丸めてケースに入れとくみたいな感じで使えるのが本当にね、これはねちょっと長続きしそうだなというか、すごく使いやすいなと思えたアイテムです。形状なんかによってはもしかしたらねちょっと設置できないというか、ちょっと設置がしにくかったりっていうのはあるかもしれません。まあ、自分もねスズキのハスラーで使ってるんですが、設置に関しては満点ではなかったんですよ。シフトレバーのね上にこのねノブのところを置いて、ちょっとね自分なりに工夫して無理やりというかねちょっと置いてはいるんですが、もしかするとねこの形状っていうところがあるかもしれないんですが、サイズと形状さえ合えば本当ね使い勝手のいいねフロントシェードかななんて思います。続いてがニップンのたこ焼き革命なんですよ。でこれねまあ食品というかねたこ焼きの粉なんですよね。でこれがねまあね美味しかったんですよ。銀タコのような感じでちょっとね油を多めに入れて外をカリカリっとさせても美味しいし、外をカリカリにしない状態で食べても中がねとろーってしてるんですよ。このとろっていう感じが他のたこ焼き粉とねちょっとちゃうなっていうような感じだったんですけど、大阪のね雨村にある甲賀流っていうたこ焼き屋さんがあるんですけど、まあそこのねちょっとたこ焼きに感じが近いなって個人的には思いました。まあいろいろ粉試しててだいたい美味しいなって思うのは、まあ、決まってはいたんですが、この間ちょっとスーパーにね行った時にこのパッケージにねそそられて、先入れパウダーで紙とろってなんだと思ってちょっと試しに買って使ってみたら、これがねめちゃんこ美味しかったんですよ。続いてが三和ダイレクトのスマートキーケースとコインホルダーです。
でこれね、もうあの前回の、ね、動画でもちょっとご紹介させてもらったもので、まあ、いわゆる、ね、あの車のスマートキーを収納できる、まあ、財布というかスマートキーケースなんですが、車の鍵なんですよ。結局車の鍵をもう持ち歩くイコール免許証は絶対いるし、であとまあちょっとね小銭だったりとか、まあ、クレカとかね、まあ、スマホでキャッシュレス決済ができるって言っても結局あの免許証だったりとか、まあ、小銭持ち歩かなきゃいけないみたいなことがあって、それだったらもうね一つの財布に全部まとめたいって思ったんですよ。まあ、それを叶えてくれた財布で、家の鍵なんかもねこんな感じで後ろ側に収納がまあできるようになってたりだとか、あとはここですね、ファスナーが止水ファスナーになってたりとか、この表面の生地っていうのがあの摩擦とか傷にまあ強い素材になっているので、あのアウトドアですね、キャンプだったりとかあの釣りとかね、そういうシーンなんかでも気にせずねこう使えるあの仕様になっているっていうところがね、自分のねその生活スタイルに本当に合ってたっていうところで、これはね買ってよかったなと思えた、もうね、まあ、本当ね理想の財布だなと思ったものなんですよ。あの中にねそのまんま収納できるんですよね。でバンドでこう留めておくことができて、で横にねこういう風にちょっとカード、まあ、クレジットカードだったりとか保険用のお札お金だったりとか免許証が入れておけるっていうところで、ちょっとね高めのやつとかだとこのスマートキーケースとカード入れが一緒になってるものなんかもあるんですよ。ちょっと見た目もいい感じで、だけどあのこのね車の鍵がこんな風に中に入れれないんですよ。だから外にこう出しっぱなしみたいな、それはちょっと違うなって思ったんだけど、これはね比較的本当安めだし、中にねこういう風に一緒に収納できるっていうのが良かったんですよ。であとは、小銭なんかもね持ち歩きたいっていう場合にはこのねあのコインホルダーですね、これ新型なんですが、こういう感じでちょっとスマートになって空張りも豊富で、あの若干ね軽くなってるんですけど、まあ、こういったものもこの中にね一緒にこう収納して、まあ、持ち歩くことができるっていうのが、まあ、今年ですね上半期買った財布の中では一番当たりだったかなって思えたものです。続いてがモンベルのテープクリップ 20mm です。でこれね、あのバックパックのベルト部分がペロン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 なる、あれを解決してくれる便利グッズなんですよ。でもうこれねちょっともう取り付けてるんですが、こんな感じでね、あのバックパックのこの部分にこういう風にねカチッとねもうはめ込み式で取り付けれるんで、しっかり固定できる、固定というかね、あの不意になんかこう落ちたりみたいなことがなく、あのベルトにしっかりつけることができて、であのこのねフラフラするベルトをカチッとこうね固定してあげるっていうところで、まあ、これもねちょっとしたことではあるんですが、あの結構ねこれ気になるんですよ。こうずっと使ってるとだんだんベルトがねこう緩んできたりとかするんだけど、そういったところがねこれをつけてあげることで、まあ、解決できるっていうものなんですよ。これ欲しいんだけどこれなんて探そうみたいなところがあって、まあ、自分はねほんとモンベル行った時にたまたまね、あこんなんあったんだと思って、これほんまに欲しかったやつと思って、まあ、ちょっと見つけたアイテムなんですけど、本当ね、まあ、こういうねちょっと悩み持たれてるっていうような方とかだとすごくねおすすめできるアイテムの一つかなと思います。続いてが引っ越し挨拶粗品ギフト3個セットです。これねあの引っ越しのね挨拶回りなんですよ。あの時に、何配ろっかなとか、どういったものを持ってこっかなとかっていうのをもう一切考えなくていい、もうこれ持っていっといたらとりあえず大丈夫だろうっていうものです。こういうセットなんですよ。まあね、あの普通のご家庭ではもらってまず困らないだろうっていうものが入ってて、20メートルのまあサランラップと、ね、食器用洗剤とマチ付きのリーチバッグ、まあ、あのジップロックみたいなものですね、これの S タイプが一つ。引っ越しの時って自分らも結構大変じゃないですか、引っ越しの準備したりとか。でその合間になんかその引っ越し挨拶用に事前になんか買いに行かなきゃみたいなのって結構大変なんですよね。なのであの本当ね新しい住所にもう注文しておいて、その当日に届くようにしておけば、あのねもうそのまんまねラッピングもしてあるから、こんな感じでねラッピングもしてあるから、それをそのまんまねあのご近所さんに持ってって挨拶に行けるっていうので、これねめちゃくちゃ便利だなと思
って、まあ、自分はねそういう風にして、まあ、挨拶回りを済ませたんですけど、まあ、来年の引っ越しシーズンだったりとか、これからねちょっとあの引っ越ししようかなとか考えられてる方とかだったら、あのこれね結構おすすめな方法なんで、まあ、よければねあの参考にしてみてください。というわけで2023年上半期おすすめの購入品ということで、買ってよかったなと思えたものをちょっとまとめてみました。まあ、よければね他にもあの買ってよかったものだったりとか、おすすめの便利グッズなんかも動画でご紹介しているので、よければチェックしてみてください。で今回のね動画が参考になったという方はぜひチャンネル登録とグッドボタンの方をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。リスキーでした。